して続きましては道の駅仙台織姫隊、震災復興支援のために立ち上がった地元アイドルユニットです。よさこいバージョンで踊るオリジナル曲が6月2日に CD と DVD で発売もされるそうです。そしてなんとベトナム公演も行っていて、ここで大勢のファンによさこいをアピールしてきたそうです。そしてデュ・シャンディゲールというおしゃれな名前の真っ赤なコスチュームに身を包んだ美女・美男のよさこいチーム、全国を縦断してステージを行っているということで、よさこいの和とダンサブルなスピード感あふれる楽曲とステージは観客を虜にしています。この道の駅仙台織姫隊とデュ・シャンディゲールの皆さんのコラボレーションはまさにエンターテイメントよさこい、また一味違ったノリノリのステージとなりますので、皆さんぜひ一緒に盛り上がってください。それではお願いいたします。ちょっと気持ち温まってるんですけどね、はい、ちょっとまだ体が温まってなくてって感じですけど、はい、どうも皆さん、私たちは道の駅仙台織姫隊と、はい、それから東京から来ましたデュ・シャンディゲールです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、さあこれでですね、このチームでこの間行ってきましたね。はい、行ってきましたね、ベトナムへ。はい、しかもベトナムのホーチミンへ。ホーチミン、ね、暑かったね。暑かったですね。はい、ということでですね、次にちょっとお届けする曲なんですが、はい、ハノイの街がですね、千と千年を迎えた時に、日本との交流でよさこい祭りやりまして、その時の会場テーマソングになった曲なんですけども、はい、ね、さあタイトルは何という曲でしたでしょうか。はい、桜の花が咲く頃です。そうですね、じゃあ、はい、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。桜の花が咲く頃です。Thank you.
もありがとうございます。今の曲がですね、ハノイの街が千と千年を迎えた時にですね、お祭りで歌わせていただいて、はい、ね、やらせていただいた、桜の花が咲く頃、はい、ね、はい、今日はこの道の清作ステージ、はい、ね、来ていただきまして本当に寒い中ありがとうございます。ありがとうございます、ね、これからですね、次に私たちのセビ曲です。セビ曲、はい、ね、いやいやいや、なんか口が回んなくて寒いすいませんね、はい、さあそれを歌っていただくわけですが、はい、ね、この曲一番の聴きどころはどの辺ですかね。サビですね。サビ、はい、はい、アッペトッペ、そうです、ね、アッペトッペで、仙台弁でチグハグですね、はい、言葉出てきますので、はい、ぜひ皆さん楽しんで聴いてください、はい、さあそれではもう一度コールしましょう。デビュー曲、はい、それでは聴いてください。私たちのデビュー曲、私のサイボーイです。Oh yeah.
イボーイ聴いていただいたわけですね。はい。いやー、かわいい曲じゃん。ありがとうございます。ねえ、これが6月の2日。はい。6月の何曜日なんだろう。ん？何曜日？6月2日は土曜日です。土曜日、はい、間違いないね。はい、大丈夫です。6月2日土曜日ですね、皆さん、はい、発売になりますので。で、この中には特典で、この間の一緒にね、あのベトナム行ってきた、はい、ね、ベトナム生特典映像な、ね、ドキュメンタリー、ドキュメンタリー、ドキュメンタリーね、はい、とかが入っている、はい、ね、いうことで、まあ、ぜひぜひね、皆さんもちょっと聞いてあげてください、はい、よろしくお願いします。さあ、ここからなんですけど、はい、いろんなところでね、アジアいろんなところでこう予作をやっていこうというところで、はい、まあ、頑張ってこう広めに行ってるわけなんですけども、はい、さあ、ここでですね、次にあの東京の、原宿もさんと劇祭りスーパー予作を等で、今度はシャンディゲールがやってる曲なんですけどね、アイモンザウェイという曲を、はい、まあ、ちょっと見ていただきたい、はい、それともう一曲が、これもですね、ベトナムに、ね、私たちの兄弟チームがいますね、はい、ハノイの方にいるんですけど、はい、ヌイチュック桜と、ね、はい、桜つながりばっかりなんですけどね、はい、ヌイチュック桜というチームがおりまして、そこがやっている曲で、はい、曲も君に届く風になれ、ね、こちらの方もアップテンポの曲なので、はい、ぜひぜひ皆さん楽しんでください、はい、じゃあ2曲続けていきましょう、はい、はい。仙台駅に電車が参ります。白線の内側に下がってお待ちください。Yeah.
とうございました。それでは次の曲は私たちの復興支援ソング I'm Home です。私たちは復興支援のために立ち上がったアイドルグループです。そのため日本を代表して世界中の皆さんに震災後のたくさんの応援のお礼や日本が元気でいることを情報発信をしていきたいと思います。それでは I'm Home の曲紹介お願いします。私たちのデビュー曲復興支援ソング I'm Home です。 I'm Home とはただいまという意味を表しています。自分の故郷ふるさとを愛し、どんな辛いことがあっても乗り越えられるという意味です。復興支援ソング I'm Home、 どうぞお聴きください。
なんとじゃねえ、10月6日、はい、6日ですか6日、ね、土日土日、道の奥よさこい、はい、ね、すごく来たいです。すごく来る、はい、すごく来た方がいいですか、すごく来ましょうかすごく来たいです、はい、ね、あのぜひぜひ皆さんとですね、ここの会場は何なんだっけ、市民広場、え、琴台公園、琴台公園のこのステージの名前は、はい、市民広場で、ね、ここがメインステージなんですね。はい、そうです。はい、ぜひ皆さんとまたお会いしたいと思います。はい、ね、東京から駆けつけますので12月の6、7、はい、ぜひ来てくださいね。はい、わかりました、はい、じゃあ行きましょうか。約束が、はい、皆さんとお約束ということでぜひね、またお会いしたいと思います。よろしくお願いします、はい、それから明日が、仙台国際ハーフマラソンですね、はい、今日この中でランナーされる方もいらっしゃるかと思うんですけども、はい、ね、ぜひ皆さんの気持ちと体力と、ね、それを全部まとめて結集して、ね、はい、いっぱい走り抜いてください、ね、はい、今日明日気持ちよく晴れるように今日風がいっぱい吹いてるので、ね、明日多分素晴らしい日になると思います、はい、ぜひ皆さん頑張ってください。頑張ってください、ね、この30分のステージやらせていただいたのは、はい、道の奥仙台織姫隊と、はい、東京から来ましたデュシャンディエール、そしてあそこに控えておりますサリューレの皆さんでした。はい、皆さんまた10月の6日7日ぜひここでお会いしたいと思います。それから、はい、明日ランドの方一生懸命走ってください、頑張ってください、ね、私たちもこの格好じゃないんですけど沿道から応援させていただきますよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。